をまっすぐ行ってこっちか、こっちからぐるーっとして一回帰るね。一回帰ってすっきりしてから回復してから行こう。海もぐらさんいらっしゃい。ジゲットありがとう。トムクルリンさんいらっしゃい。サンコメさんいらっしゃい。タスケさんいらっしゃい。ゴコメさんいらっしゃい。ツキさんいらっしゃい。ジノさんいらっしゃい。ナインさんいらっしゃい。ノリさんいらっしゃい。体験版さんいらっしゃい。物欲さんいらっしゃい。フェアさんいらっしゃい。テンテコテンテコ。ダメガネさんいらっしゃい。超眠い。この枠で終わるわ。ロコンさんいらっしゃい。このシーン好き。ちょっとカワンチャ下げて、カワンチャ下げて、よし。行き過ぎた。お金ね、結構貯まってますね。迷いすぎってことかな。それか次の武器がすっごい高いかだね。ドワーフとエルフって言われて、そうだラゴーンをやっちゃおうって話になってこの前終わったんだ。思い出した。ラゴーンやっちゃおう。ドリトベさんいらっしゃい。オカムさんいらっしゃい。じゃあラゴーン呼んでバグ狩りにしよう。でエルフを捕まえてドワーフと合成する。よし、3回。アコエクスやっちゃうのか。やっちゃおう。ドエムさん、バイト戦士さんいらっしゃい。うん、チョマグのついでにダゴン処刑。お金でマグ買いたいですね。そうだね。あ、戦う。よしよし。ラゴーン呼んで。はっ、この気配、金曜日。ほんとだ。カリスマ不審者さんいらっしゃい。アドベンチャーの日だわ。一番強いのはアピスだよね。アピスぐらいまで出しとこうか。ウィズでも固定適用だな。一概って今できたっけ。今はもう美味しそうにしか見えない。一概はできないか。あ、できるできる。ラフォン戦闘の、よしよし。最近スタンド攻撃受けてるんじゃないかっていうぐらい時間の流れが早い。あっという間に年取るね。オートで勝てる？アピスじゃいらんか。アピス下げようか。本当にあと2週間で30歳。みそじか。26マグでしょ。ん、262マグか。アピス下げて千奈さんいらっしゃい。固定の場所を探そう。3回。1、2、
たね、ポス面におっさんが増えるよ。使わない。部屋的な場所かな。消すドラムタグは絶対消さないで、うん、あえてつけてるんだもん。タグは全部私です。ここに文章があるのか。じゃあ違うな。個室みたいなとこ行ってみようか。えい、あ、いないな。ケツドラムイコールソファーですからね。このタグは何なんだのか。ニコ生は関係ない。何がバンだったか見てきた。せっかくアンフィに初通った時だったのに。あ、うん、あ、そうだね、その回だったっけ。47アクメって一応夏目のケツの部分だけちょっとちょん切って上げてみるわ。多分ね、あそこだと思うので上がるとは思う。動画には一般さんも見れるようにはしたいんで。遺跡の中にエレベーター、うん、あれじゃなかったらもう分かんないです。何がバンだったのか。ケツをちょん切る。ケツのシーンをちょん切る。シェイクすればいいので。反対側か。じゃあね、動画版 YouTube でね、初めてあと2回同じことしたらアカウント停止的な。ポスチューブ危険です。更新できなくなっちゃう。人間のものに見られたのかな。機械で判別してるとしたら可能性はあるな。あ、こっちいらっしゃい。うん、 YouTube の方ね。ニコ生元気だよ。できればね、 YouTube にあげたいです。あの YouTube だけで見てる人がいるので、ニコ生見ずに。地味にあっちにもおるので、ここは ないな。ツイッターで猫画像ばかり上げてた人もエロ規制されてた。ああ、そのお尻とかこうたまたまのところってこと。あちらだったら期間関係ないですからね。うん、なんで笑う。砂猫の人。そうよ、つまり猫はエロいということよ。あ、オスに。だってさ、女の子はだってお尻しかいないし。初見です、いらっしゃい、こんばんは。ゆっくりしててください。現在中盤過ぎたあたりですかね、攻略。この奥がエレベーターだからこっち側行こうか。いや、ダメだ。あれ？あれ？こっちってどうやって行ったんだろう。エレベーターじゃ行けない方かも。普通にここで貯めようか。普通に貯めるわ。ちょっと固定の場所がわからないですね。そうですね、機械で判定だったらちょっともうどうしようもならないわ。見直してきた47回目。あのケツはいいケツだ。ちょっと長時間映しすぎたのもあると思う。
砂で遊んでる猫が自動判定で虐待扱いされたんだって。規制食らってた。あ、出た出た、バブ。ここじゃ、この上じゃ、あの上あたり。あそこかな。行ってみるわ。あれ、あ、びっくりした、小指が飛んだ。ごめんなさい、ただいま、おかえり。今日ね、ちょっとこれラスワークです。バグ職人あった。いつも見逃すの、 TS で確認するの。よし、うまー。動画も画像も多いから期間に頼らざるを得ない。あのね、本当に早いですよ。アップロードしてすぐこう判定が出るので、多分ね、あれな気がするわ、機械な気がします。ここかな、固定って。小鉢さんいらっしゃい。ラゴン処刑中だよ。バグ相手でも音楽そんなにループしなくなった。うん、バグでバンするかい。ここですか、ありがとうございます。ここだって。いいことを教えてもらった。たくさんのディスプレイを並べて判定している職人がいるという可能性も。大体ね、あの判定が終わるのが、あ、その容量分アップロードしてる最中に終わるんで、こうアップロードしながら確認してると思うんだよね、機械かなんかは。出たとしたらってことか、固定。なんだ、鍵か。説明文にナチのおちりですって書こう。そう、審査の人に向けて。多分日本語で書いてもね、意味ないと思う。ケロちゃんだ。うん、多分ね、2回目の番になっちゃう。全く同じものをあげましたね、警告が来るわ。ナッチの尻ですで、ね、OK。 This is not ナッチズヒップって書く。あ、ロキも1500やったん。あの人カタカナだもんね。出た出た。そうだよ、レッドカード、ん、イエローカードになるのかな。出た出たがエロカード。一応ね、こんな感じになっての、裏側を見せてあげよう。これバーにならんよね、大丈夫で。うん、ロキ倒したよ。これ YouTube の動画の画面なんですけど、こんな感じになってて、不適切なコンテンツってなってて、こうポチってすると、ジッヘルプって出て、コミュニティガイドラインのステータスを見るってなってて、これのここか、違反ステータスが
今4段階中のここになってるのでここになったらアカウント停止ってうん、この下の方、違反ステータスの方へね、ここ面白いよね、ここで、詳細を表示すると、回復は多分しないんじゃないかな、だからなんちゅうケツどこが不適切なんですか。でここにこの動画がガイドラインに違反しましたって出て、そうもうね笑ってないのやってしまったんやって書いてあるの。そうなのよ、もうナンピングカメラはないかなみんな残念だろうけど、クロムゼさんいらっしゃい。今な、何マグや、あ、もう1500、ガイドラインの何に違反したの。ポルノのとこじゃないかなと思う。ポルノ、性的なんちゃらってとこ。それか私がペンでお腹をこうプニ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 してるのが虐待で取られたのかな。私虐待って言ってプニプニした気がするんだけどあれじゃないよね、あれじゃないと思うんだよ、多分ケツケツだと思ううん、ちょっとね、あのツンツンってして遊んでたの。異議を申し立ててみる、なんかめんどくさくならんかな。1回目やからいいかって思ったんだけど、ズーフィリアとかいうやつやって、ズーフィリア、楽です。ギリさんいらっしゃい。いいよ、まあ1回目だし。うん、なんかそれってまたペナルティ増えたらいよいよせっかく今までコツコツ上げてたのに更新できなくなるの嫌だなと思って。ヒラさんいらっしゃい。でんでん、スパンキング中毒です。スパンキング見せて最後にね日本ジョーク通じんかったかな。よし、あと3回やなヒラさんいらっしゃい。不適切であるが違法ではないって送るあ、出た出た。アマスザイ、あ、そうなんですか。アメリカは獣人のエロ禁止、日本ってほんと自由だねそりゃオタクオタクオタク、アニメ言うて愛されるわ海外のオタクから。そうだよね、フリーダムなんだよね、くっころないのかシーさんいらっしゃい。ラゴンが143か、フォークが4匹出た。でもネットの海にはアメリカ製獣人エロが漂ってる。あ、やっぱでも裏ではやってんだね。トマさんいらっしゃい。なんでそっち見てんだよ。あー、州によって違うから、うんうん、闇映像ちょっと面白そう。あ、本当にアメリカ人見物、なんかまあ悪口言っちゃあれやね、これもバーになるかもしれない異議申し立てで訳を聞いてみようキャットアナール言われるんかな、キャットアナールバン。アメリカの絵は燃えない、いやあり、やはり挽回だったのか。
ラゴーン使ってるんですな。処刑中です。ドラクエ語が好きなのさ。お豆いらっしゃい。空とロボくらいの剣も大好き。空とロボ、あ、出た出た、よしよし。あー、動物に優しすぎる。あー、そうだね。例の団体もあれか、向こうか。なんか熊の事件もどうこうどうこう言われてたね。クマちゃうか、あれゴリラやったか。テイルコンチェルトって聞いたことあるよ。うん、クジラとイルカに優しい印象。あ、本当にポケモン早ければ今日で、なんか毎日聞いてる気がするけど。そうか、今日か。お出かけせねば。ラゴーンの外見が思い出せん。カエルだよ。ゲロゲロ。そうだね、死人とか、まあ多分詐欺とか犯罪は絶対出るけどね、え、子供とかがこう事故に遭わないことは願うな。ゲロゲロ。なんかもう偽アプリが出てるらしいよ。なんかこう情報を盗むような、全くこう似た感じの。だからそれに騙されてこうアプリをダウンロードしちゃったら、いろいろ、うん、盗まれてるみたい。ポケモンの課金合計38億円。不法侵入が増えそう。犯罪を犯す方か。ありがとう、アドレス。線路内にいるポケモンを取ろうと子供が踏切に。やだ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 。特にやっぱり小中学生だよね、一番危ないのって。今もう小学生でもスマホ持ってそうだから、親がしっかりね。えミヤネ屋でも今日ちょっと特集やってたけど、親にもちゃんと情報がいかんとな。そういうちょっと危ない、危ないゲームじゃないけどね、えちょっとこうフラフラあれしちゃうゲームだから。アメリカでレアが発見された時の動画見たけど、ものすごい人が集まってきてた。あ、間違えた。そうだね、難しい扱いになりそう。メガテンとポケモンって似てるよね。なんと可愛くないポケモンたちか。夜徘徊する子供が増えそう。そうだね、うん、それはあるかもしれん。3回スマホ叩き割ってやればいいね。どこのちさこやね。メガテンとメガンテって似てるよね。あ、アルラーメンかわいい。ごめんごめん。ケルちゃんもかわいい。ポケモン GO は、要は、VR だったっけ？スマホでこう、カメラでこう、現実世界をこう、映しながら歩いてると、ポケモンと会えるみたいな。AR か。AR。ポケモンが売れた時はアトラス広報が不満言ってた。メガテンがあるのにって、こっちが先やぞって。
AR と VR は違う。あー、時間帯限定はやめてほしい。そうだね。でも実際のゲームなかったっけ？夜に出会えるポケモンとかいなかったですか？実際のポケモン。あ、そろそろお時間ですな。26分。なんか私今日ちょっと見たのは課金で歩いてくれるんだっけ？ちょっとよく分かんなかったんだけど、何キロ分の課金みたいな。処刑失敗今日は処刑できなかったわ。夜に出会えるのはポリモン？まあ基本課金がないとね、それは作らんだろうとは思うけど、ポリモンはどこで出会いますかあの豚か。ナッチの後ろにニャースが。あれって家の中でもいるんだっけ？ちょっとそれは楽しみ。家の中にどんなポケモンいるのかなって。マグはね、網走刑務所のポケモン3000ぐらいかな。あ、いてなかった。2000だわ。2170幕。うん、それはいいことだと思う。過疎地域の集客に使われる。あと観光と結びつけてくれたら絶対いいよね。私詳しくないんだけど、任天堂の本社って日本にあるの？海外にあるの？だとしたらなんかね、日本限定のポケモンとかあれば。お、レベルが上がった。京都！へぇ。じゃあ日本にどんどんね、観光できてくれたら潤うわな。京都なんだね。よし、強さを挙げよう、中島。ユミコは、ユミコってどうしたらいいんだろう。運あげようか。運とりあえず2桁にしようかな。あ、新しい魔法覚えた。僕の部屋に超イケモンポケモンいて、若い女の子がいっぱい来たらどうしよう。楽しみだね。温泉地にブーバー出るとかありそう。ブーバー、住所バレはね、うん、気をつけんとな。とか言って私が最初に特定されたりしてさら、いろいろ映ってるよ。京都に鳳凰が出そう。うん、皆さんお疲れ様でした。ラゴン行かなかったわ。うん、これちょっとラスアップにします。映ってるかな？映ってなかった毎回準備してないのじゃよ。じゃあ皆さんもケツドラムを見ながらおやすみなさい。ひなさんありがとう。マットさんありがとう。明日は金曜日なんで、アドベンチャー枠と、夜更かしをしてダクソになります。これこそ番だろあのね、これは番にならなかったんだよちょっとよくわからないですけど、番基準が。じゃあこれは安心して見れますので。じゃあお疲れ様でした。